海外のリーグに行くってことが一番やりたいなっていうか思ってて、最初インディビジュアル、各自のトレーニングというか、まあ、各自でできるトレーニング、ドリブル練習だったりとかシュート練習だったりとかっていうところから始まって、対人だったりとかできるようになって、やっぱりすごく、ああこれがナショナルの合宿だなっていうか、まあ嬉しく思うというか、久しぶりにああこの感じだなっていうのは、まあ、もちろん暑かったりとかで、まあ、大変、まあ、バテたりとかする選手はいるけど、まあ、全然雰囲気としてはすごくいい雰囲気でやれてるかな。その自粛前っていうのはやっぱりオリンピックのメンバーが5月に決まる、で6月、まあ、7月っていうのがあったので、やっぱそこでやっぱり追い込むっていうか、もう体も心も結構追い込んでオリンピックのためにってやってた。その、まあ、今もちろんそうオリンピックに向けてなんだけど、まあ、あと1年伸びたっていうことで、やっぱりこう自分のスキルだったりとかチームのスキルをもっと伸ばせるんじゃないかっていうのをもうさらに再確認できる時間で、まあ、結構時間的にも余裕があるというかっていったところでは、心の持ちよう的にはやっぱりそういう風な、まあ、いい雰囲気でレベルアップできたらいいねっていう、まあ、試合感をこう大事にしたい、まあ、日本リーグに行って決まったと思う。だったらアズランシャーだったりとか、アジアチャンピオンズ、海外のリーグに行くってことが一番やりたいなっていうのはずっと思って、まあ、自粛の時から思ってて、あって、まあ、それで、まあ、1年伸びたから、まあ、いい時間ができたっていう意味で、まあ、挑戦する時間っていうに捉えて、まあ、シギさんに、まあ、相談したら、まあ、その、まあ、シギさんの知り合いの方がたまたまドイツ の、 そのニュルンベルグのチームのスタッフに入っていた人で、まあ、コンタクト取ってくれてっていうので、まあ、シギさんがおっしゃってたことは多分、まあ、リーダーシップが通る、まあ、経験もあるしっていうところで多分必要とされてるんじゃないかなっていうふうに。で、大学生の時にヨーロッパ遠征行って、ハンブルグってハンブルグモリッツがいたチームのグラウンドで一回大会があって、それには参加してました。ハンブルグフォーネーション、グーテンモルゲン、ダンケとかダンケシェンとかそこら辺しか覚えてないけど連絡くれて、どういう用語使うのっていうのは、まあ、聞いたんで、まあ、それをしっかり覚えて実践で使えればいいかなっていうふうには思ってます。最近こうちょっと見てるんですけど、やっぱり個人、まあ、個人技なのかな。やっぱ代表ほどこう組織的に、まあ、本当に数少ない試合しか見てないんで、ですけど、なんかやっぱりこう、ああいうシステムチックな代表とはちょっと違う感じはしてるん。EHL でこう上位に食い込んでくるチームとかもあるんで、いい勉強になるかなとは思ってます。もう誰でもいいけど、クリストファー・ルアーってやっぱり、フォワードの選手、足速い選手。2018年にアジア大会前に来た、ミルコ、レース使ってたフォワードの選手、まあ楽しいんじゃないかなって思ってます。ないかな、もう全然、もうどこでも多分いい勉強になると思うし、刺激になると思うんで、まあ、まずはやっぱり、より上位に行けるように、やっぱ2部に降格してしまうと、やっぱり行った意味がっていうか、まあ、せっかく呼んでもらったのに、まあ、本当に、チームのために、何もならないと思うので、まずはやっぱ上位に、まあ、去年の結果よりいい結果が出せれば、まあ、その来年のシーズンも呼んでもらえると思うので、やっぱそういった面でやっぱり一番はチームに貢献するっていうことが今一番やらないといけないことなので、まあ、そこに全身全霊をかけてやりたいなっていうふうに思います。やっぱりこうパスの精度だったりとか高めたいなっていうのは、もちろんディフェンス力っていうところもそうなんですけど、ストロークでこうパスをうまくつないでいって、まあ、起点になれるように、まあ、組み立て方っていうかポジショニングだったりとか、どういうふうにパスつなげればうまくいくかとか、パスの精度かなっていうのを試合の中でやっぱり外人のリーチってやっぱり日本人のリーチと違うし、まあ、そういったところをこううまく通せていければなっていう、まあ、コロナの、まあ、影響でやっぱり、まあ、いろんな大会、まあ、小学生は中学生高校生ってやっぱ大事な大会がこうなくなって、でもちろんすごく、まあ、今代替試合っていうのはすごく、今やってますけど、
まあ、やっぱり、まあ、僕らもやっぱりオリンピックが延期になった時にやっぱり結構絶望感というかになったんですけど、やっぱり1年後を見据えた時にやっぱり自分の成長っていうのをもう一回こう模索したというか、まあ、中でやっぱりまあ合宿今させて、まあ、いろんな人の協力を得て、まあ、合宿をさせてもらってるんですけど、ホッケーをやらせてもらってるんですけど、その中でもやっぱりさらにこう自分をレベルアップしたいと、まあ、いろんな方の支えでやっぱりこう新たなチャレンジっていうのはいくらでもできると思うんで、まあ、そういった面で、まあ、しっかり成功して、まあ、帰ってくれば、まあ、このホッケー界でもやっぱりこう新たなチャレンジができるんじゃないかっていうふうに、希望を持ってもらえると思うんで、まあ、まずは自分自身しっかり期待に応えれるように頑張りたいと思うので、皆さんも、何か新しいチャレンジ、まあ、できる範囲ですけど、まあ、やってもらえればいいなっていうふうに思います。